中地がご紹介する新製品ですけど、ビンビン玉についに誘導式ができました。まあ、皆さんのご要望にお答えする形でできたビンビン玉の誘導式です。で、まあ、特徴としては、この、中のチューブが、これが、まあ、高強度な樹脂チューブになってまして、あのリーダーの傷つきとかを軽減して、まあ、滑りもよくできてます。で、まあ、誘導式の、まあ、利点としては、あのファイト中の、まあ、バレを軽減するのと、まあ、誘導式にすることによってフックもかなり細軸にすることができたので、フッキングもよく、ね、あのバレにくい形になっています。まあ、あとは、ホール中のバイトも、今までやったらこう、一緒に食ってたのを針だけ持っていくっていう形になるんで、すごいホール中のバイトも取りやすくなっています。まあ、そんな感じの、ビンビン玉誘導式、まあ、ぜひ皆さんも、いろいろ試してみてください。